フランシス・キャサリーン・オルダム・ケルシーは、アメリカ合衆国内におけるサリドマイド薬害を最小限に食い止めたことで知られる、アメリカ人の薬理学者、医師である。彼女は、アメリカ食品医薬品局の審査官として担当した、睡眠薬のサリドマイドの米国内における、市販認可を、その安全性についての疑念に基づき、様々な圧力に屈することなく、約1年間にわたり拒絶した。彼女の当初の懸念は、約1年後に、サリドマイドが深刻な再規制を有することが判明したため、正当であることが立証された。ケルシーの功績は、製薬業界に対する FDA の監督強化を行う法律の成立に影響を与えている。フランシス・キャサリーン・オルダムとして、カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー島、コブルヒルで生まれた。15歳で高校を卒業し、薬理学を学ぶためにマギル大学に入学した。マギル大学において、1934年に薬理学の学位を、1935年には同修士号を取得し、ある教授の勧めにより、著名な研究者で、シカゴ大学に薬理学部を設立しようとしていた E.M.K. ジェディングに、博士研究のためのポジションを求める手紙を書いた。ジェディングは、フランシスという名を男性のものと勘違いしていたが、ケルシーは性別を明らかにする前にそのポジションを受諾し、1936年からジェディングの下で働き始めた。彼女が博士2年の時、ジェディングは FDA から医薬品のエリキシールスルファニルアミドに関連した死亡事件に関する調査についての委託を受けた。ケルシーはこの調査を手伝い、107件の死亡事件が溶媒として用いられたジエチレングリコールによって引き起こされていたことを示した。次の年である1938年、アメリカ合衆国議会は、食品、医薬品及び化粧品についての連邦法を通過させた。同じ1938年に、ケルシーは研究を成功裏に完成させ、シカゴ大学から薬理学博士号を授与された。ジェリングの下での研究によって、彼女は再帰性を持つ物質である、再帰系物質に興味を持つようになった。博士号の取得後、シカゴ大学の教員として採用されたケルシーは、1942年に他の薬理学者と同様に、マラリア治療のための合成物質を探求していた。この研究の結論の一つとして、ケルシーは、薬物の中には、血液体板関門を通過できるものがあることを学んだ。また、ここで上級教員メンバーのフレモント・エリス・ケルシー博士と出会い、1943年に結婚した。ケルシーはシカゴ大学の教員時代にを取得し、教職とともに約2年間にわたり、アメリカ医師会専門誌の編集協力員を務めた。1954年にサウスダコタ大学で、薬理学の教職を得ることに決めたケルシーは、シカゴ大学を去り、夫と2人の娘と共に、サウスダコタ州バーミリオンへ引っ越すと、ここで1957年まで教えた。1962年、ジョン・ F ・ケネディ大統領から、顕著な連邦文民功労への大統領賞を受ける、フランシス・ケルシー。1960年に、ケルシーは、ワシントン DC の FDA に雇われた。この時点で彼女は FDA のために医薬品審査を行うたった7人のフルタイム勤務及び4人のパートタイム勤務の医師のうちの一人であった。FDA において彼女に最初に割り当てられた業務の一つがリチャードソン・メレル社から申請のあった精神安定剤及び特に妊婦のつわりへの適用を指示した鎮痛剤であるサリドマイドの審査であった。これはすでにヨーロッパとアフリカの20カ国で認可されていたが、彼女は申請書に記載された治験の内容において、妊娠動物を用いた胎児への安全性の確認が一切行われていなかったことを理由に、シカゴ大学での研究の経験から胎児への影響を排除できないとしてこの薬物の認可を保留し、さらなる治験を要求した。サリドマイド製造業者からの圧力にもかかわらず、ケルシーは、神経系への副作用を記述したイギリスにおける研究について説明する追加情報を要求し続けた。また、FDA は組織としてケルシーを支持し、製造業者からの圧力から彼女を守った。医薬品は認可の前に完全な治験を受ける必要があるというケルシーの主張は、ヨーロッパにおける奇形のある子供の出産が、母親が妊娠中に服用したサリドマイドと関係づけられるに及んで、劇的な形でその正当性が立証されることになった。研究者たちはサリドマイドが胎盤血液関門を通過して、胎児に深刻な奇形を引き起こすことを突き止めた。彼女はワシントンポスト紙の第一面で、米国における同様の悲劇を防いだヒロインとして称賛された。民衆の憤慨は急速であり、1962年には治験の改革を目指す食品、医薬品及び化粧品についての連邦法への改正法であるケフーバー・ハリス・アメンドメントが異例の速さで議会で可決された。この治験の改革は同様の問題の発生を避けるため、新薬の治験と配布におけるより厳格な制限を求めるものであった。またこの改正法は初めて有効性は市販化に先立って確立される必要があることを指摘した。ケルシーの米国におけるサリドマイド認可阻止の功績に対してジョン・ F ・ケネディ大統領から彼女に顕著な連邦文民功労への大統領賞が授与された。これは女性としては史上2人目のことである。この賞を受賞後もケルシーは FDA の職を続けた。1962年改正法の具体化と強化において彼女は鍵となる役割を演じている。彼女はまた FDA における治験調査の監督の責任を負うようになっていった。ケルシーは2005年を最後に45年にもわたる業務を果たし、90歳で FDA を退職した。彼女のナショナルウィメンズホールオブフェームへの殿堂入りの記念式典におけるケルシー2005年 FDA はその年間賞に彼女の名前を冠することでケルシーに栄誉を与えた。この賞の発表において、長官のスティーブン・K・ガルソン、MD、マイルパーアワーは、私はドクター・フランシス・オー・ケルシードラッグセーフティーエクセレンスアワードの創立に際して、また、この極めて重要な医薬品規制において、顕著な功績を達成した、この賞の最初の受賞者たちを表彰することを、大変喜ばしく思う。と述べている。カナダ・ブリティッシュコロンビア州、ミルベイにあるフランシス・ケルシー中学校は彼女の名を冠したものである。ありがとうございます。